本日から始めました今週のベストバイ、グレートランド大阪でお買い上げいただいたヴィンテージ T シャツですね、毎週毎週とは行くかどうか分かりませんけども、僕的にナイスだったベストだった3着ご紹介していこうと思いますので最後までご視聴よろしくお願いいたします。では第3位は最後ね、ニルバーナインウーテロワイルドオーツ XL ですね。でこれに関しては本当にね、そのうちが何着か常に在庫あるんで、あのロイヤルフラッシュさんの神宮前でも今、展示されてますけども、4月のポップアップでね、あのね皆さんね意外とあると思ってるんですよね。へー、これね思い返すとニルバーナのヴィンテージ T シャツで、オフィシャルでねグレートランドでお買い取りした中で、うん、インウーテルとダントツ少ないです。スリバーだったりハートシェイプドボックスより少ないなお買い取りっていう印象ですね。そうですね、でまあ芸能人で着てるのはカニエ・ウエストですけど、とにかく玉がないんですね。いや基本的にボディがホワイトと、でコンディションのいいものもないという中で、今年日本でこの夏ね相場がもっぱつ上がるであろうニルバーナの中のテロを、オンラインでご購入いただきましたけど、なんというかまあもうギリギリのタイミングで滑り込みはったなっていうイメージですね。あれ20万来てたでしょ。はい、もう次からは25万です。でもう言うてる間に30万になるでしょう。ないんでね。でちらほらインスタグラム拝見してると、買いましたってい う, こうインスタグラムとか多いんですけど、はい、結構ねみんなね言わないですけど偽物買っちゃってます。あ、そうなんですね。インウーテロってねプリントがちょっと染み込みっぽいプリントなんで難しいんですよね、画像だけで判断するの。これは残念っていうのも結構あるんですけど、という中でワイルドオーツ、紙タグっぽい質感のねあれの、XL お買い求めいただいたお客様、今週の第3位と、3位っていうか、皆さん1位ぐらいね感謝してるんですけど、一旦僕の中でのベストバイでは第3位とさせていただきます。第2位はこれね1位と迷ってるんですけど、一旦こちらを2位とさせていただきます。はい、メタリカブートレグ の僕の YouTube でも触れてますホワイトバージョンですね。はい、これで僕ね正直ね残るやろなと思ってたんですよね。僕も思ってました。残るやろなっていうか残ってほしいという希望的観測、着たいなって思ってたんですよ。ブラックも着たいな着たいなと思いつつ、僕が着れるサイズってもう速乾速乾やったんですけど、今回まさかのブラックの結構ボロいジャンクなやつとホワイトのコンディションピンピンのやつが入ってきて、どっちかは余るやろと、どっちか買おうかなと思ってたんですけど、はい、まさかの、一本釣りというか二本釣り、何なのあれ、両手に竿、はい、で、ね、郵送でのお買い取りですとか、オンラインストアでねよくお買い求めいただいてるお客様が、はい、今回黒白2着買いと、ドリスも一緒にお買い上げいただきましたけど、ね、ホワイトはねマジでないんですよね。ブラックもまあないよ、ないし、そのサイズ感も妥協せず、ただでさえ玉数のないあのメタリカをってなった時に、まあでもブラックは頑張りゃ買える、うんうん、ホワイトがないので、ないなくて珍しくて欲しいけど、まあ大丈夫やろってことで、はい、そこまでホワイト値段突っ張らなかったんですね、まあこんなもんでいかがですかみたいな、さっと買いましたね。はい、これはな、結局試着もしないんでね、あれ白は僕も初めて見たので、なかなかええの言ってもらいました。メタリカ3着ね、はい、計だから黒白ドリス、まあもうメタリカはいいんじゃないですか。それ言ったら次何行くねんって話なんで、ということでこちらが、
今週のベスト5第2位とさせていただきました。では第1位をお願いします。第1位はね、僕が接客させていただいたんですけど、その時のこう会話の流れとかもろもろも加味した上での1位、はい、はい、ニルバーナスリバーです。スリバーあれってなったでしょ。はい、なんでここに来てスリバーなの。まあ正直、はい、っていうのもね、まあ、まずそもそもあのニルバーナのスリバーの T シャツ自体が珍しいんですよ。ついてるタグがジャイアントバイアンビル、そして、プリントのしてあるコピーライトが2段なんですね。まあ、2段コピーライトのスリバーと、まあ、非常に珍しい、まあ、ただそんなことはどうでもいいんですよ、まあ、どうでもいいこともないけどもうあの今からお話しすることにおいてはどうでもよくなってくる。これね、昨今ね、皆さんね、もうバカみたいにでかいサイズでかいサイズって言うでしょ。きっとリセールも考えられてるのか、なんかその擦り込みなのか分かんないですけど、っていう中でそのお客様はすごくサイズ感と色味、要は同じスリバーって言っても、まあ、ヴィンテージ T シャツの特性上、色落ちの仕方だったり、まあ、縮み方だったり、まあ、プリントの発色であったり、削れ方であったり、いろいろあるわけですよ。っていう中で、こう、何着か5、6着スリバーあったんかな。はい、中からまずは値段じゃなくてご自身に合うサイズ、ヴィンテージ以外の持ちの洋服も、まあ、ジャケットだったりパンツだったりを踏まえた上でこのサイズだと。でそこで、候補がね2着残ったんですね。次なんだっていうと色ですね。ボディの色落ち加減でどっちがいいかなっていうのを悩まれて悩んでいただいて、で最終的に、まあ2段コピーライトの、スリバーをお買い上げいただいたと。で僕が言いたいのは、まずスリバーをじゃあ5枚6枚並べて実物を手に取りながら見れるお店なんてこの日本にないと。まあ確かに、うん、でこの他のお店だとスリバー入りましたって言ってスリバー欲しいお客さんがもうパッて買うわけじゃないですか、はい、今ってこんな長いこと残らない、はい、中でねこう選んで買っていただけるために僕たちが何をしてるかっていうとバカみたいに金使ってるわけですね。何枚持ってんねんみたいな。でそれはどやりたいとか、まあ、そういう話じゃなくて要はお客様にスペシャル T シャツを、はい、せっかく高いお金出して買っていただくんだからとことん見てとことん選んで悩んで本当に気に入る一着をご提供ないし、まあ、買っていただくには枚数がいると。そういう思いでね、ここ2年ぐらいですかバカみたいに買ってきましたけど、なんかその久しぶりにお客様と店頭でそのゆっくりとした時間じゃないけれど、きちっとこう接客コンシェルジュ的な感じができたかなと思って、僕の中ではそのまあ実際じゃあ2段コピーライトのスリバーってめちゃくちゃ高いんですけど、はい、金額うんぬんじゃなくてね、それが例えば1万円だったとしてもそれを一緒にこう選べたで共感していただいて、ご理解ご納得していただいた上で、買っていただいたと。でなんか嬉しいのがね、翌々日かなインスタグラムフォローさせていただいたんですけど速攻来てるの。ああはいはいはい、僕も見ました。少年やんっていうね。なんか分かります分かります分かります。そのまあ多分たくさんお洋服買われてると思うんですよ。ねハイブランドの T シャツとかもたくさん買われてきたと思うんですけど、速攻洗濯中か洗濯しましたみたいなこうストーリーが流れてて、よく速攻来てるやんっていう、こうなんだろう、今ってもうみんなこうオンラインとか通販で買ってそのまま開けずとか、まあ僕もよくやっちゃうんですけど、っていう中でこう手に入れた服をすぐにでも着たいっていう、あのなんだろうな、高校生二十歳ぐらいの時の気持ちをこうたくさんお洋服をお持ちの中でやってくれたっていうのはめちゃくちゃなんかこう嬉しくて、こうおやっぱ売っててよかったなっていう意味で、僕の中での今週のナンバーワンとさせていただきました。
でまあね、その他にもたくさんもう春になって T シャツの動きもどんどん早くなってきて、たくさん販売させていただいてるんですけど、まあ、やっぱりできればね、正直店頭で買ってほしいっていうのが僕らもあります。接客させていただいた上でいろいろご相談乗らせていただいたり、まあ、それができれば、例えばネクスト、こういう T シャツもありますよとか、次はこれを買えばいいんじゃないですかとかっていうご提案もできるので、ただやっぱりね、このご時世もあるし、まあ、僕ら東京でやってるわけでもなければ、全国何店舗も展開ではないので、やっぱり大阪でやってる分ね、いろいろとこう、実際にご来店は難しかったりとかってもありますけど、まあお電話とかね、DM でも結構ですので、ご連絡いただければと思います。写真や文章だけじゃ伝わらない部分っていうのもたくさんあると思うので、まあ、僕ないし響き、ないし真笛さん、まあ、それぞれ、一般の方にはね、ヴィンテージ T シャツかなり触れてきて、見てますので、お気軽にご相談いただければと思います。ということで、今週のベストバイは以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。